いとこですかね。少しあの失敗が多くなりましたね。ああそうですか。そしてスイスのルシンダルーが第9位ですが、実はこのルー選手は日本でスケートを勉強してまして、コーチはあの佐藤由香さんのお父さんの佐藤信夫さんです。スピンが上手ですよね。そうですね。昨年の世界選手権シニアの大会にも出場しましたね。はい、あの時は第18位。そうですね、彼女のスピンでみんな驚きましたからね。何ですか、ジャッジも少し変わってきたっていう話ですね。そうですね、特にスピンをですねよく重視してみろという形になりましたね。はい、あ本当に美しいですね。